朝原正和は、日本の生物学者、愛知学院大学教養部准教授、博士。専門は多様性生物学、分類学、進化生物学。専門は多様性生物学、分類学、進化生物学。哺乳類の頭骨や歯の形態進化の研究で知られている。比較形態学の観点から、猫目などの頭骨や歯の標本の変異性と進化の パターンを比較することで変異性が哺乳類の進化に与える影響について研究してきた。また、日本で初めてカモノハシの専門書を上司したことでも知られている。1982年静岡県生まれ、静岡県掛川市育ち。小学生の頃、学術雑誌でカモノハシの存在を知り、変な特徴ばかりで衝撃を受けたという。しかし、当時の日本では、 動物園や水族館でカモノハシは飼育されておらず、専門書も出版されていなかったことからカモノハシに憧れるようになった。その後、静岡県立大学に進学したものの、後に中途退学した。2003年京都大学農学部資源生物科学科に進学、京都大学総合博物館の研究室に出入りするようになり、 カモノハシの祖先の化石について研究した。また、大学3年生でオーストラリアを訪れ、実際のカモノハシを初めて目にした。2006年4月より農学部の生態情報開発学分野に在籍。2007年、京都大学卒業。同年4月、京都大学大学院理学研究科生物科学専攻に、進学、動物系統学研究室に在籍した。 2009年3月、修士課程修了、修士。大学院在学中に、ベリアビリティエボレブビリティイン・マメリアン、電池チオンと題した、博士論文を執筆した。博士号を取得する目途がついたことから、2013年春より、カモノハシの本格的な研究に着手した。同年3月、兄弟院博士課程修了、3月25日付で、博士。 大学院在籍中の2009年4月から2011年3月にかけて京都大学のグローバル COE プログラムを担当するリサーチアシスタントを務めた2011年4月より日本学術振興会特別研究員2013年4月京都大学霊長類研究所教務補佐員またそれと並行して 2013年9月から2017年3月まで、中京大学国際教養学部非常勤講師を、兼任。2015年4月、三重大学教養教育機構特任講師。2017年4月、愛知学院大学教養部に講師として着任し、2021年6月より、准教授となっている。オブドゥロドン族の一種であるアブジュロドン力士内の、 頭骨化物端族の一種であるオオニソリンクス、アナトネスの頭骨専門は生物学であり、特に多様性生物学、分類学、進化生物学といった分野の研究に従事した。具体的には、比較形態学の観点から、哺乳類の頭骨や歯の標本の変異性と進化のパターンを比較し、変異性が哺乳類の進化に与える影響について研究していた。犬か、 アザラシ状化、イタチ化といった猫目の動物や、トガリネズミ目の動物を研究対象に取り上げていた。研究は基本的な形態学の枠にとどまらず、実験発生学に基づく発生モデルの検討に加え、機能形態学の知見も取り込んだものである。その結果、犬科の動物が多様な植生に適応して進化することができた理由を明らかにした。また、 幼少期からカモノハシメの動物に興味を持っており、後に日本で初めてカモノハシの専門書を上司している。カモノハシ科の化石種と原生種の形態を比較することでカモノハシが葉を失った理由について論じていた。カモノハシが餌を取る領域が水中から皆そこに変化し、視覚より電気感覚に依存するようになったことで神経が発達し葉の生える空間がなくなったからという。 説を提唱した。なお、従来の定説では、カモノハシの祖先のくちばしの感覚器官は、中世代の時点ですでに鋭敏に発達していたと考えられていた。しかし、朝原らの研究により、中心よのカモノハシの祖先であるオブドゥロドン族は、そこまで発達していないことが明らかとなり、オブドゥロドン族より後になって、鋭敏に発達してきたことが示唆されている。 日本哺乳類学会の大会での哺乳類休止における食性適応に伴う形態進化のパターンと題した発表が評価され、日本哺乳類学会大会最優秀ポスター賞を受賞している。また、これまでの変異性に着目した哺乳類における多様な形態学的研究、歯と頭骨を中心としてに関する業績が評価され、2016年9月、 日本哺乳類学会奨励賞受賞。また、脊椎動物の頭部と歯の比較形態学的研究が評価され、2019年8月、日本進化学会研究奨励賞受賞。日本進化学会、日本哺乳類学会、日本動物学会、日本人類学会、生き物文化史学会などに所属していた。2009年9月10日、104から105ページ。 一瞬02864568ありがとうございます。